子供の頃から夢見ているのがゾンビっ子との萌えシチュエーションだ。やめね。ゾンビだからって無差別に殺すのはやめてください。バブ、千尋くん、その突然前に出てきたもんだから間に合わなくて。子供の頃から知っている近所のおじさんだった。俺はどうしていいか分からず、ただうろたえるしかなかった。バブ、すまんな。寺では動物は供養してやれんのだ。檀家さんの中にもうるさい方がいる。ここで勘弁してくれ。